ハローワールドどうも、すんです。はい、今日はですね、あのやすんがやっているオンラインサロン、ザ・ハックでですね、チーム開発第2弾をやりますので、そのお話をさせていただきたいなと思っております。はい、安はですね、あのオンラインサロン、ザ・ハックっていうのをやっていて、技術と仲間に出会う場所としまして、技術を柱として、いろんな仲間と出会える場所っていうのを提供したいなと思ってですね、コミュニティを運営しております。 はい、このザ「ザハックのですね、メインでやっているコンテンツなんですけどチーム開発ハンカツ黙々会っていうことでチーム開発はですね今あの第2弾をやるんですが、まあ、チームを作ってですね開発しようと。 いう話でハンカツっていうのはハンっていうですね仮想的なグループをこういくつも作ってですねそこで交流しようっていう活動あと黙々会はですねヤスんが定期的にあの黙々会をして、まあ、そこにですね、来た人の相談に乗ったりとかペアプロを一緒にしたりとか,なんかそういうことをですねやってます。 あのこの黙々会一番下がですね一番人気がなくてあの休んあのいつもですね孤独に孤独ってほどではないんですけど少数精鋭っていうですねいい意味で言うと少数精鋭でやっておりますのですぐですねこの黙々会のメインの人になれるくらいの人数でやっておりますのであの興味ある方はですね是非一緒にやりましょう休ん毎週あの1時間くらいは人のレビューしたりあの休んと一緒にペアプロしたりとか。 なんかそういうあと雑談したりとかですね、まあ、そういうことやってますので、ぜひですね、あの来ていただけると嬉しいです。 はいでですね前回のチーム開発のおさらいをですねまずしたいなと思っております。前回のチーム開発の題名はですね NEXT13 のアップディレクトリーを用いたブログ開発っていうことでですね NEXT13 にまだベータなんですけどアップディレクトリーっていうですね今までページ図っていうところにあのファイルを作っていったんですけどアップっていうですねフ,ァあのフォルダができてここにですねコンポーネントを入れていくようなその仕組みみたいなのができたんですね。それを用いてブログ を作ってみようという感じでですね、えー、題名を作りましてまぁ、あ、これくらいの制約で各チームにですね、えー、お題を投げまして1ヶ月半くらいの期間で大体開発しましたチームはですね6個のチームでですね開発を行っております 1>, 1チームですね、まあ、5人とか4人とか、まあ、そのくらいの人数ですねこの「このザハックに入ってあのチーム開発に参加するかどうかは任意ですのであの全員が参加してるわけじゃなくて「あ今回のテーマ面白そうだな」みたいな感じだった時にこう参加してもらうみたいななんかヤスんがですね投稿したやつにあのリアクションをです、ね、つけてもらったら参加表明みたいな感じであのそこでヤスんがですねあのチーム分けをしてみんなでチーム開発ゴーみたいな。 あの途中参加もですね可能なんですけども、えー、そんな感じでですねチーム開発をしてますはい今回なんですがと今ですねちょっとざっくりあのスクリーンショットをですね貼ったんですけどチーム6個あっていろんなですねサイトを作っていただきましたなんかポケモンのやつがあったりとかあの自己紹介があったりとかですねなんかそういう感じですね、えー、まあざっくりですねどういうウェブサイトが作られたかっていうのをお話します 一番最初はですね、ニュースを取ってくるウェブサイトみたいな、ニュースを定期的に取ってきて、それをこう表示してくるウェブサイトみたいなのですね、えー、作っていたりとか、ポケ API っていうですね、ポケモンの API があるんですよそこからデータを取ってきて、いろんなポケモンを表示するとかですね、ザハックの中のメンバーを紹介するページを作ってもらったり、なんかブログを投稿できるようなサイト、聞いたみたいなのですね、そういうのを作ってもらったりとか。 まあ、あと本当に普通のあのみんなが運営できるような、まあ、ブログを作っってもらたたりとか、まあ、そういうい感じでした今回ですねこの各チームが使った技術をまとめてみたんですけど、まあ、結構いろんなですね技術を使ってくれていて NextJS っていうですねあの縛りしかないので、えー、ファイアーベース使ってもらったりマイクロシ c m s 使ったりですねあとニュートとかあのリアクトク e n とかですね PKAPI、まあ、とか各チームがですねあのチームの個性 ごとにまあこういうことしたいっていうのを話し合ってえいろいろですねな技術を使ってくれております。まあヤスンとしてはですねあのポケ a p はすごいまあ個人的にはすごいあのポケモンが好きなのでえ刺さりました。 まあこんな感じでですねまだ第1回目なのに結構皆さんですね積極的に参加していただいてあのいろんなものができてですね休むのはすごい嬉しかったという感じです本当にですねあの毎日あのスラックに GitHub のコミットを通知するようにしてるんですけどもういろんなコミットがですねこのどんどんプッシュされてですねいや本当にあにめっちゃ盛り上がってていいなっていうふうにですね休んは感じましたはいここまでではおさらいなんですけども、えー、次の チーム開発チーム開発第2弾のですねお話をします次のお題は前回 Next.js だったっていうこともあって Next.js にプラスして Ruby on Rails を用いた UGC ユーザー・ジェネレーテッド・コンテンツ・サービスにしたいと思います、えー、知らない方もいらっしゃるかもしれないんですけども、えー、Ruby on Rails っていうのはあの言語 Ruby を使ったですねサーバーサイドのフレームワークになりますで UGC っていうのはあのユーザージェネレーテコンテンあのユーザーが作ったあのユーザーがなんかこう投稿できる感じのサービスのことをあの言ってます。言葉遣いが正しいかちょっとわからないんですけど、あのユーザーがまとりあえずなんか投稿できる系のなんかレビューできるとか、ツイッターみたいなやつとか、もう何でもいいんですけどユーザーがログインしたりして自分の情報をこう追加というかツイートするというかまあ、投稿するみたいなそういうのがまできる感じのサービスを。 こうチームごとにですねどういうサービス作ろうかっていうのを考えてやってもらいたいなってことで今回ざっくりなですねあのチーム開発の題名になりますこれに加えてですね休んからちょっとしたですね追加の制約を与えたいなと思っています 結構自由すぎるとなかなかやるのに困ったりしたりですね今回学習したいテーマとかあの、まあ、安が考えたりしているので、まあ、それに沿う形でですね、まあ、いい感じにやっていただきたいなという思いがあって、まあ、こういう感じのことをしてほしいなっていうのを ここに羅列してますまずですね Ruby on Rails フロント側も書けるんですけどフロントはですね、まあ、フロントの領域に任せるっていうことで Next.js でフロントを実装して Ruby on Rails はですね API バックエンドの API として利用してくださいと。であのこの Ruby on Rails の中で RSpec っていうですねあのテストライブラリーがあるのでそれを使ったテストを書いてください。 今回はですねちょっとちゃんとですねちゃんとしたチーム開発というかそういうのをちょっと目指して、まあ、今回だけじゃないです、ね、常に目指しているので、まあ、サーバーサイドのロジックを書くときはやっぱりテストは必須だと思うんですねサーバーサイドが崩れたらもうすべてあのサービスが終わるというかまあ大事故につながりかねませんからねフロントエンドがこうミスってても個人の表示が崩れたりするくらいならまだいいんですけどバックエンド側はですね えとちゃんとテストを書いた方がいいと思うので、まあ、できる限りですねそういう感じにしたいと思って、えー、R スペックを用いてテストを書いてくださいとテスト駆動開発でもいいですしもうテストをですねあのプログラムを書いた後にやってもいいんですが。 テストの素晴らしさみたいなのをですねあの知っていただきたいなと思ってここに入れておりますまたですね前回チーム開発した時はプロジェクト管理をですねどういうふうにするかみたいなのがこうチームごとにバラバラで結構ですね困っている感じがしたので今回はあのアサナを利用ししててててプロジェクト管理してくださいっていっうのもですすね入れておりますあのこのプロジェクト管理に関してはあのいろんなツールとかがあってですねあのまだこう休むもこれがいいみたいなのを見つけられてないんですが このチーム開発いろいろやっていく中でですね、いろんなサービスを試してあこのサービスのこれは良かったよなとか浅ナのここは良かったよな GitHub プロジェクトのこれは良かったよなジラのこれは良かったよなみたいなそういうのをです、ね、あの比較できるくらいのこう知識量をこのザハクにいるだけでですね、付けれるみたいなのを目指してるんでいろんなですね、プロジェクト管理ツールを使っていくんですが今回は浅ナにしたいなと思っております。 はい、あと次はですねまあちょっと昨日の話なんですけど、えー、ログインがあってログインした人だけが投稿できるようなまあログインしてない人でもなんかコメントできるみたいなそういう感じじゃなくてログインした人だけがなんか何かしらの投稿ができるみたいなんですねそんな感じにしてもらいたいのとすらマイプロファイルみたいな形で自分の情報を取るページをですねまあ1個は加えてほしいなと思っております。まあ、これを加えた意図としてては、あのログインっていうのがですね、まあ、どんな、 サービスにも基本的には結構あるのでこのログインをですねあのレールズで実装するっていうのを試してもらいたいのとこのフロント側とやり取りして自分の情報を表示するっていうですね部分をネクストイスで実現してほしいなと思っているんでこの辺りをですね書いておりますはい突然ですねちょっと暗くなったかもしれないんですが安がいつも使っているですねライトが突如今消えました壊れたかもしれないんですが一旦気にせずですね行きたいと思います結構高かったんですけども はい、ここではですね、まあ、なぜレールズかなぜ R スペックなぜ ASA とこの下の方はちょっと喋ってしまったかもしれないんですがもう一回行きますねまずですねなんでレールズを選んだのかなんですが今後ですねヤスんのこのザ「座クでは、まあ、いろんなですねあの言語フレームワークに触れていきたいと思っていますただですね一番最初にやるのにふさわしいのは何かなと考えた時に、まあ、やっぱりレールズなんじゃないかなっていうのがですね一番最初に来てみんなですねレールズを知らずに、 ササーバーーーバイドのフレームワークを語らない方がいいい方がっってやつは思ってはるんですよ。なんかレールズも書いたことないのになんか他のサーバーサイドのフレームワークがいいっていうなみたいな感じがあってですねやっぱり現代のいろんなフレームワークのこう参考にされているフレームワークっていうとやっぱレールズですし今までですねいろんなスタートアップを支えてきたレールズっていうのがあってかつですね今も案件数でいうとやっぱ PHPRuby がですねまあ多いと。 いうことでですねあのー、とりあえず触る方がいいと思うんでやったことない人もレールズを触ってみようというのをちょっと思ってですねレールズにしました。 あとですね、なぜ R スペックなのか、まあ、さっきちょっと話しましたが、まあ、やっぱりテストを書くっていうのがこうどれだけいいことかっていうのをですね実際に体験して経験してみてほしいんですよね。他のテストフレームワークではやっぱテストって書くの面倒くさいんですよ。ただレールズに限って言うと R スペックは本当にあの書きやすい。 まあ慣れがいるかもしれないでこんくらいのチーム開発ではわからないかもしれないんですが、ね、やっぱ R スペックがあるからこそレールズは輝いたと安は思っていまして Ruby って型がないんですよ型がある言語がなんで今流行ってるかとフロントってテスト書かないじゃないですかなんで型が欲しいんですよサーバーサイドテスト書くんですよなんで型いらないんですね あちょっと言い過ぎましたけどなんでテストを書くかっていうと型がないからっていうのが一番あると思います。レールズルビーがルビーの世界で何で一番テストが盛んなのかっていうとですねやっぱり型がないからこそテストしないと不安なんですよ。なのでテストが光るっていうですねこうデメリットはメリット。 メメリリッットトはデメリットっていうですね型が優秀すぎるとテスト書かないっていうのがあったり逆に型が全然ダメというかあの逆に型がないとあのテストすげえ書くみたいなですね 意外とそういうことって起きて R スペックの素晴らしいのは実際の API 作るとかの時にですねほとんど自分で回さないでも R スペックでパンパンやってやりながら開発すりゃいいやみたいなテスト駆動開発というか、まあ、そういうのがですね簡単にできる素晴らしいライブラリなんでですね、ぜひ使ってほしいなと思ってこの R スペックを選びました。はいい次にでですすね、ね、なぜ朝なかっっていうとです、ね、朝が一番使ってるから なんですけども、まあ、プロジェクト管理をする時にあのやすんは結構当たり前にボードを使って当たり前にこうあのアサインして当たり前にこう左から右にですねあの看板開発みたいなのを流すんですけどあの意外とそういうことをやったことないってい人が多いらしいってことにをです、ね、今回気づきまして。 プロジェクト管理系のですね、えー、ツールもいろんなツールを使っていきたいんですが安はアサナ結構押してるんですねなのでですねまず一番最初はアサナを使ってみたらいいんじゃないかなと思いまして使うのもめちゃくちゃ簡単ですンがですね結構取引してくれてるあの会社さんにもですねあのこういうアサナっていうツールがあってって言ってあのほとんど説明せずにこうアサナ使いたいんですよって言っただけでですね、あの使い方をほとんどの人が理解してくれて簡単に使えるくらいですね簡単に使えるあのサービスなのでこのアサナを使って アサナをですね。選びました。はい、こんな感じでですね。チーム開発第2弾を進めていきたいと思います。チーム開発第2弾はですね。えっと1月の中旬くらいから始めていくんですけど、まあ、途中参加も可なので、あの今まだですね。ザハックに入ったこ入ってないっていう方も、今から入っていただければあの参加可能です。 ザ・ハックはです、ね、随時メンバーを募集しておりますのでぜひ興味ある方はです、ね、概要欄に「ですね、ザハックの URL 貼っていますので「あのキャンプファイヤーというサービス使ってです、ね、やってます。 そこでですねあの登録していただいて初月無料なんでぜひですね登録していただけると嬉しいです月額はですねメンバーが80人になるまでは1600円で行こうかなと思っていましてその後はですね2800円にしたいなと思っていますので今ですね入っていただけると大変あのずっと1600円なんでですねお得なのでぜひですねちょっと検討してみてください初月無料なんであのとりあえずちょっと入ってみてあの微妙だなと思ったら抜けてもらうみたいな感じでも全然大丈夫です です。はいチーム開発第2弾楽しみにしておりますみんな一緒に頑張りましょうはいでは今日は以上にしたいと思いますさーて来週のレイ先生は休んです今日はレイ先生に質問したら何度同じ質問するんだと呆れられました興奮しましたさて次回はエンジニア転生異世界行っても落ちこぼれの1本です 来週もまた見てくださいねじゃんけんぽんうふふふふふ